今日は、久々の、築地除外で朝飯行こうみたいな感じ。朝飯って言ってもちょっともう俺にとって遅いんだけど、ちょっと2回目の朝飯なんだけどね。とりあえず美味しいところをテラちゃん、日刊スポーツの日刊スポーツの坂本テラさんでございます。テラちゃんが案内してくれる。はい、案内します。これもう、何年ぶりだろうね。昔はよく来たよ。あ、そうですか。うん、カチカレー行くんですよ。朝飲んで、そのままタクシーに乗って。あ、じゃあ、まだ場内あった頃だ。そう、場内まだあるからね。だから30代だね。あ、番組にも出ないような、テレビも出ないような、そういうのばっかりやってます今回は。ああ、そういうの案内してくれる。はい、はい、案内します。ちょっと路地関係が。じゃあ行きましょうか。こんにちは。こうやって最初から最後まで焼くってあんまりないの？ないんですよ。あ、そうだね、こん中ね。何度あんだろうね、こん中。香りがつくっていうのはもちろんのこと、この強火で焼くっていうのはこれやっぱり味噌なんですよね、これ。これで、ね、強火で、藁で焼き上がる。それで、間上がり？焼きたて。どっちが美味しいですか？塩と。いや、ぜひ塩。塩ね、やっぱり塩。やっぱり塩。はい、できました。出来たてちょっと熱いっていうこと。生姜と。はい、すいません。表して。いかがですか？どうですか？おいしい。もう最高。うまい。ありがとうございます。合うね。塩がまたうまいだ、これ。周りの焼き方がうまいんだよ、これ。あ、全然中と側と違うもんね。うまいや、これ。400円です。え？400円でね。これはさ、迷子になるパターン。こんなとこ通るし。はい。こんなとこ通る。ここが小路さんって、築地の卵焼き屋さんで。あ、こんにちは。卵焼き屋の一番古いところです。あ、一番最初に来たね、卵焼き屋さん。面白いのがね、あそこのところで。どん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 。ベルトコンベヤーみたいにずっと見上げてる。なんか見たことあるな、テレビ。で焼いていって、一番傾斜がついてるところから、またカラ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 。すごい、こんなの一般の人通んないよ、これ。通ってはいいの、これ。あ、ここが普通の道なので、全然大丈夫。普通の道なの。はい。なんか魅力的な。いわゆるスープ。冬に食いたい。冬に食いたい。高い鮭ね。ちょっと渡してもらいますよ。高いケージ。これこれ。あ、これね。買ってきます？ねえ、14万円。1本14万なの。産卵に関わってないっていう。そのまま身がすごく美味しい。油乗ってる。はい、油乗ってる。で、ここがね、東源の正久包丁、包丁屋さんです。正久。何のマグロ包丁？これを作ると一番最初なんですよ。あ、ここが一番最初で作った。はい。すごいね。もうほぼ刀ですね。短いのか長いのか全部マグロ用の包丁ですね。その右側の幅の広い2つは上の絵に描いてある通りに、胴割りって言って、昔はこういうのでやってたんだ。マグロさばいて今は使わないよね。そうですね。今こういうやつね、さ2人で持ってこれやってるよね。どうですか1本。でも実践的にはこれくらいが強い。実践的に どの何の実践使うの。何の実践。危ない危ない。こんな感じで、うわー、すっげえうまそうじゃん。これ、ワトンモチベダのピートロ。これ何分ぐらいで焼けるんですか。これはね、30分、40分ぐらいで。この大きさだったら、ね、もうこれ、炭のみ。炭だね。炭のみなので、むちゃくちゃいい匂いするんだよ、これ。これで、そんなに遠いんだよ。遠くないと焦げちゃうんで、じっくりじっくり、周りカリッと。ということはさ、はい、バーベキューやるときもこんな遠くで焼けるのかな。焼けると思いますよ。これで、熱いから。熱い？うん。
こうやってここでかけてもらって、ここのところにこうやってかけていただくと。こうかけて、はい、かけるじゃん。うん、それで、内側から外側に向けて、ちょんと。内側から外側に向けて。そう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 。あ、うまい。誰でもできる。今度、近江牛なんで。これ近江牛。近江牛。近江牛の部位はこれ。話しこれ、ももですね。もも。ちょっと話して、はい。大体7、80分かかるので、できれば、焼きたてを食べていただきたいと思うので。すいません、ありがとうございました。また後ほどちょっと、はい、これ。こんにちは。どうも。これいやこれ海に行っても塩に強いんでこのまま道具入れてこのまま洗えるんです、ね、見ざれできます。でこれね実はこうやって置いてあるの珍しいんですよ。あそうでなぜかっていうと東北の農家のおじちゃんおばちゃんたちが暇見つけてこういうふうに編んでってできたらここに持ってくるっていう感じなんですけど、売り切れてたんですよ。ずっと売り切れてたのがさっき入りました。そうさっき入った、うん、ああ、ほいじゃもうすぐ売れちゃっちゃって。すぐ売れちゃいます。すぐ売れちゃいます。売約済みだと上上げちゃうんですか。ああ、そっか、映画変えるとね。今、ファンなんです。あ、そうなの？そうなの？そうなの？セティアンとか。あ、そう、ありがとう。今回はですね、翔さん来ることを一人も言ったんですよ、僕は。そうそう、だから結構びっくりしてるっていう。どうもありがとう。ありがとうございました。ああ、どうもどうも。どうもどうも。この人にも言ってないです。頑張って頑張って。とりあえず頑張って。今いいのは何？今いいのは何？お出てくる。だいたいね、いいのなんてここじゃないんですよ。ここから出てくるんですよ。カマス？あ、でけえ。でかくねえ、このカマス。これいいっすよ。バッチリ。でかいカマスだな、これ。いいカマス。今、本カマス。すごいね。裏乗ってます、ね。夏のカマス、やっぱり期間短いですけれども、でもとても美味しい、美味しいです。あ、世界の気分さん、実は築地が発祥なんです。あ、もともと。出た出た出た。ここが発祥の地なんです。ここが発祥なんだ。はい。ここから始まったの。ここから始まったの。ちょうどこの中通りです。中通り。ここでかい。中通り。これが実は中通りっていうのがこれ後ろ見ると本願寺さんがあって。まあ月本願寺。そう。なくてで神話通りがあって。ここが参道だったんです。あ、そうだった。ここ参道です。橋屋さん。ここ通ってこれがすごい人気だったんです。橋置き。うん。オバマさんが日本来た時に、うん、これを買ってったの。いや。折り鶴を折ってそれをモチーフに作ったっていう。あ、そうなんだ。はい、そっから作った。でそしたらこれがめちゃくちゃ外国人に売れてるって。割り箸の数見た。あの種類餃子とかこんなこういうようなやつとかですね。で実はお父さんですね、もう90歳超えてるんです。若くね。若いと言われましたが今築地で一番の生き字引きでございます。すげえな、90歳は。長生きしてください。頑張ってください。はい、頑張ります。頑張ってください。頑張りますよ。場外って意外と鮮魚さんが少なくて、それ今日の 100g ぐらい。 100g 痩せてんだね。一匹そしたらめっちゃちっちゃい。一匹そしたら1200円。1200円。1200円の1200円でサンマです。なんでそんな、サンマって100円ぐらいの印象だよな。そうそう、庶民の味方でしたからね。最初は1キロ5万円で6000円ぐらいです。6000円1匹。1匹いる。でも買う人いるの。いるんだ、ね。サンマが食べてって。ここはね、こういう風に。この焼き鳥弁当めちゃくちゃ美味しいですよ。はい。買ってんの。そう。買ってんだ。そうなんですよ。ワンコインだって500円だよ。はい。とても美味しいございます。お姉さんの、ね、笑顔が綺麗なんでね。やっぱり高いなと思って。俺違うか。築地中の人たちが買いに来る調味料屋さんです。これすごいのいいんですよ。福醤油、はい、下関のフグの醤油だ。フグ専門の。あー、どうあるよ。ぶどうの缶詰見たことある？ぶどうの缶詰だよ。マコさんっていうのは、どこ静で2階です。ないでしょ、なかなか。上なんて来たことないよ。うますぎるなー。音楽もお皿なんで。すげえ。すっごい店だね。そうそう。でここ実はですね、お雑煮が有名なんです、はい、お雑煮が有名で、お雑煮だとちょっとあれかなと思ったんで、その餅をですね、実は地元の、これこっち来てる、地元の、大野屋米店というところで作ってるんですね。餅を今朝ついた、大野屋米店の、4代目なの。5代目築地の2丁目で
やってるんだね。はい、でそれでお米は何使ってるの？いや、もち味、山形の、ね、あの姫の餅っていう品種なんですけど。今朝ついてきた。そう、今朝です。ここのですね、実は磯辺焼き、この磯辺焼きは絶品なのですよ。そうなの、ね、じゃあそれを使ってちょっと磯辺焼き、磯辺焼きを。はい、もう朝ビール、朝ビール歩きましたからね、なんかね、朝ビールですか。もういいよ、はい、朝ビール。あ、ありがとうございます。朝ビール、どうぞ。いただきます。こちらの刻みわさびにして、好みでつけるんだ。はい、こちら壺漬けですね。はい、どうぞ。どうぞ。刻みわさびをつけるんだ。まずね、これ、このままちょっと。お醤油つけずに食べていただくのもちょっと。味つけずにちょっと味っと。美味しいでしょ。うん。焼き方うまい。うん、山形のもち米で、一日浸して、それをこうお餅にして。わさびうまい。何これ、殻付き、殻付きわさび。これやってみます。殻付きわさび、はい、試食どうぞ。これ使ってもらってくださいね。そう、割りがあるじゃないですか。ここのところキュッてやってひねってください。で割れるの、はい、どういうこと。サーモンドハニー、マカダミア。空気に触れてないね。美味しいです。美味しいの、うん、あ、全然違うんだ。はい、うまい。どうぞ。すごい、これいい感じでしょ。すごい、ほら、おにぎりこんなになった。おー、こんなになった。もう先ほどのが牛肉と。美味しそう、これ豚肉です。うわ、見てこれ、できたてです。ロースト、ロ本当ですね。ローストビーフみたいなやつ。そうですね、そう、ロースビーフですね。そう、ロースビーフですね。こんなに柔らかいね。豚の、すごい、豚すごい。豚の肩ロースですので、うん、あ、美味しい。脂がしつこくないと思うんですよね。ありがとうね。どうもありがとうございました。じゃあこの企画は月1ね。いいですね。あ、今度江戸一さん来るからね。なんか月1でやるって言ってるから。月1企画ですか。あ、ありがとうございます。美味しかったよ。あ、よかった。うまかったな。すいません、配達中で。またね。またね。また次回。来月来るかな。来月来るかな。来月の終わりにね。じゃあその時にまた、ちょっと、面白いお店をまた仕入れておきます。変わってると思うんで、ちょうどいいかな。じゃあそういうことで、はい、また来月よろしく。ありがとうございました。